息が真っ白。しかも思ったよりも人の出が少ない気がするっす。初詣とかそっちに行った感じっすかね。はあ、リア充リア充。自分もな。お嬢たちが起きてればこうしてゲームの初売りに行くこともなくと思ったら、先輩めっちゃ偶然じゃないっすか。偶然すぎて怖い。明けましておめでとうございますっす。今年もどうぞよろしくお願いします。いや、昨日ですね、お嬢と瞳子先輩を年越しに付き合わせたら、朝全然起きなくて、仕方ないんで一人で初売りに来たんです。何しろ空前絶後の大セールやってますからね。これを逃す手はないっすよ。でも先輩、もしかしてお一人様？やり。もし先輩が誘ってくれるって言うならですね、自分セールを諦めてリア充しちゃってもいいかなーなんて思ったりして。あ、神社行った帰りっすか。ち、誘ってくれればよかったのに。おせち？いや、先輩がおせち買うって言った時は疑ったっす。だってまさかおせちとは思わないじゃないっすか。年末に準備するものっすよ。でも年明けても売ってるもんなんすね。てか安売りされてるし。いやはや新しいライフハックですね。では鳥皿とお箸と、自分の部屋お嬢たち寝てるんで、さすがにここで。さすがに起きて先輩いたら自分が殺されそうなんで。まあ、ということでいただきまーす。この昆布うまいっす。甘くて味が染みてるっすよ。先輩も数のことは渋い。自分も人のこと言えませんが。年始早々先輩と買ってきたおせち食べるとかウケるっすね。考えもしなかったっすよ。でも悪くないっす。先輩と二人でっていうのも得したっていうか、いい出だしな感じですし、一年の計は元旦にありって言いますもんね。ついでに富士山登っちゃいますか。そういや結構な量ありますね。やっぱお嬢たちとおせち作ったの忘れてた。あれも食べなきゃ。先輩、今日の夜とかお腹空きそうじゃありません？